クワッドクロスの虫みたいな方虫みたいな方早急出略やってやってはい、クワッドクロスの朝のスケジュールは30秒刻みの方カノン差し役のサクラです。違う？違います？あ、こうか。だってあんたがこう言ったんじゃん。なんで裏切んのね。あんたがこう言ったんだよ。こっちの方が可愛い。こいつ、こいつも。やめさす。あ、虫の、あ、虫のあれですか。あの、まあ、さくらさんの。お母様が私のことを虫みたいってすっちょっと待って、あの縮めすぎだから、いろいろはしゃり、はしょりすぎです。あのほらこの番組30分だからさ、あのなるべくね、ここでも大事なとこ、うちの母が、あのこの間の公開生放送を見てて、あの初めて私たちの全身が映った回だったから、立ちで、でしたらもうそれを見て、ね、矢作さんのが生足で、初めてそれをなんか母が見て、矢作さん細すぎる虫みたいって言ってて、なんかちゃんと食べてるのかしらみたいな。食べてるよ、フルーツグラノーラ。フルーツグラノーラ昨日食べ損ねたって言ってたじゃないですか。そう、食べ損ねたんだけど今日は、食べた食べた。フルーツグラノーラじゃ足りませんよ。私だって今日朝から肉ですもん。朝からチキン、ま、あの父が作った、あのマスタード風味のチキンのグリルみたいなのを食べてきました。さくらさん聞くわ。違うでしょ、それあれでしょ、うちの父パパネルでしょ。というわけで今日も番組に届いた